七不思議の裏不思議七浦、どうもお願いします、お願いします、七浦が始まりましたけれども、ね、今日は何のファミコンの話をしましょう。いつもファミコンの話をしてますからね。今日もねファミコンの話はしたいところですよね。七浦結構ね、皆さん楽しみにしていただいてる方いてるじゃないですか。 ありがたいでしょ。でも我々って最初危惧してませんでした？好き勝手喋るじゃないですか。喋りますね。でゲームの話とかね、プロレスの話とかね、あ、誰がついてくるんだと思ってましたね。でもどうなんですかね、実際分からなくても楽しんでいただけてると僕らは感じているわけなんですが。まあそうですね、僕も分かんないながらに楽しそうだから、なんか分かんないけど楽しそうだから楽しいですっていう人も結構いますよね。ああ、そういうことか、うん、こっちが楽しそうやったらいいんですね。そうそうそう、だから例えば、街とか歩いててね、はいはいはい、公園とかで子供がさ、はい、なんとかじゃーごっこみたいな、はいはいはい、やってね、炊飯じゃーごっことかね。ああ、いや電子機電池え炊飯ジャー戦隊もの炊飯ジャーごっこしてるとするじゃない、うんうん、ゴレンジャーとかね、そうそう、はいはい、の中で炊飯ジャーごっこをねしてたとするよ。いやなんで家電やねん。いやそういう戦隊ものがあったとしよう、はいはい、で俺ら知らない、知らない。だけどそれを見てたらボケじゃなかったのね、炊飯ジャーっていうの。ボケどっち？マヌーサあーあーツッコミが当たらない。はい、遊んでたら、遊んでたらね、知らないもので遊んでても楽しそうに見えるよね。ああ、まあまあまあ、子供がね、そうそうそう、楽しんでる姿を見れば、そうそうそう、こっちがね楽しくなるっていうのは分かります。だから多分聞いてる方も、うん、いやなんだよあれスーパーチャイニーズとか知らんよとか思いながらも俺らが楽しそうだったら成立するのかなとか思いますけどね。ああなるほどね、うん、さっきのなんかマヌーサとかもそうそう含めてって言うてんのも、そうマヌーサとか知らないけどみたいな。ですよ ね、 ね、本当にね、楽しんでいただけるようにっていうコメントをねいただけると嬉しい、ね、嬉しいですからね。ありがとうございます。では行きたいと思います。投稿会談でございます。投稿会談今日も、ではまず一発目、猫たちの日常チャンネルさんです。あ、猫ちゃんさんいつもありがとうございます。猫、はい、ちゃんさんね、いつもね、こんにちはかっここんばんはって書いてくれるんですよ。いつの時間帯に読んでも対応できるという、そう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 、素晴らしい。私が二十歳ぐらいの時の話ですと。その頃ね、無理やり友達に心霊スポットに連れて行かれたりしていた時嫌ですね、はい、そんな時期は絶対に避けたいですね、はい、僕もありましたけどね。ああ、はい、そうね、栃木県でも有名な心霊スポットでトンネルがあります、うん、ほうほう、私を入れて4人でドライブしながら遊んでたと、うん、で、うん、そのうちの1人かっこ霊を信じていない、うん、はいはい、はいはい、その一人が、うん、遊び半分でそこのトンネルに行くぞって言われて私断ったんですと。行きたくないよと、うん、でもお前がいないとつまんねえだろうみたいな感じで無理やり連れてかれたんですよ。くないよそういうのは。でその友達は私が霊感があることは知らない、あ、知らないのに連れてかれたんですね。なるほどね。で後の二人は私が霊感あるのを知ってたので、はい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 、心配だったと、うん、でそのトンネルの近くまで行って、で使われていないトンネルに、着きましたと。はいはい、私は異様に寒気、冷や汗が止まらなくなって、うん、でまずいと思い霊感をオンにしたらトンネルの入り口にたくさんの顔が見えましたと。あ、霊感をまずオンに、霊感スイッチがあるんですね。スイッチをオンにパーンと入れたら、うん、トンネルの入り口にたくさんの顔がと。怖、それ見た瞬間に金縛りにあって、でその動かなくなった私を見て心配してね、うん、でもその霊を信じてない、うん、この猫ちゃんさんを連れてったそいつはね、はいはいはい、うん、一人でどん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 進んでいくんですって。ちょっと危なそうですよ ね、 ね、あのホラー映画やったら絶対死ぬやつですよね。死ぬでしょ、大丈夫だろうのパターンでしょ、うしゃってなるやつ、すぐ死ぬやつでその友達を止めないとダメだと、はいはい、お前なんとか金縛りを解いたんですって。ほう、で友達の手を引っ張ってね追いかけてったと、うん、はい、うん、でそしたら、うん、こう無理やりねこの2人の友達をね、うん、こう連れてったもんだから、うん、急にやめてよっつって怖い怖いみたいになったんですって、まあ、びっくりするね周りはね、はいはいはい、そしたらトンネルの中私とねその気にしてない友達2人だけになったんです、うん、はい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 、そしたらそのね霊を信じてない彼がね、うん、こんなの怖くないしと言いながらトンネルの中にズン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 行くんですって。おお、でねちょっとしたら猫ちゃんさんに向かってね、うん、なあなあ誰かが俺の足掴んでるって言うんですって。足、うん、おう、
え意気揚々とトンネル入って怖くねえよって言ってたやつがちょっとねえねえ俺の足見てよって言うんですってやばい ね、ねそしたら友達のね、うん、足元猫ちゃんさんが見たら、はあ、友達の足にしがみつく青白い手うわー怖っでもその青白い手に血がべっとりついてるんですってそうなんだでね霊信じてない友達もさすがに自分の足元見たらその手が見えたみたいでいやーってなってトンネルから出ようとしたんですが友達動けないんですって捕まれてるからで仕方がなく、猫ちゃんさんがお経を唱えてねでなんとかその手を離して急いでトンネルの外に出たと、もう友達は怯えきってたとそりゃそうだろうねでその猫ちゃんさんが遊び半分で絶対に心霊スポットに行ってダメなんだよってだから私嫌がったでしょみたいなお説教だ ね急いで車に戻ってで先に逃げてたねその2人、はいね、これこんなことあったんだよみたいなこと言ったらその2人がね猫ちゃんさんの横に霊がいて、うん、その幽霊がこう掴もうとして、こう来たのが見えたらしく怖くなって逃げたんですって。そうなんだ。はいはいはい、はい。だからごめんねっつって、大丈夫だったみたいに、あ見えてたんだみたいなって。で、自分は近寄られないように、うん、自分の周りに結界を張ってたんですって、猫ちゃんさん。あ、そうなんですね。はい、で、もし、その結界を張らずに、警戒せずに、うん、そのトンネルに、行ってしまっていたら、うん、おそらく私でさえも取り憑かれていたかもしれないと。ああこれだけ体験があって力があるね力がある、うん、感じだけどもで足を掴まれていた友達の足を見せてもらったらくっきりと跡があってね、で家に帰って朝一でこう神社に連れて行ってお祓いしたらしいです、はあ、でお祓いが終わる頃には不思議とそのねあの手形が消えてるんです、ね、ああそういうもんなんだなでそれ以来その友達は霊がいることを信じ心霊スポットなどに行くことはなくなりましたとなるほどいただいておりますすごい体験ですねこれもまた猫ちゃんさんは強烈な能力者ですからねで、まあ、確かにね、うん、信じてない人もこれは信じるよねはっきり自分が掴まれて体験しちゃったからねで見えてもうてるしねすげーなーだからこれ栃木の有名なトンネルトンネルかはいはいはいどこでしょうねだから滑落、滑落っていうかなんか途中で作ってる途中でなんか緩ん地盤があれでとかなんか崩落でなくなったりとかねぜひピンポイントチャンネルの2人にねあましてそうですね、帰ろうお前いねえよお前あ幽霊なんていないよこれつかまれてほしいしっかりつかまれてほしい足首ガッて、田中田中見たい見たいそして思ったよりあの再生されないでほしい、そんな経験してんのに、お客さんの心はつかめなかったみたいな足つかまれたのに足つかまれたのにっていうのが期待しますね続きましてはいはいみすずさんですねみすずさんみすずさんありがとうございます、はい今回は昔亡くなった祖父から聞いたお話ですとほう昔私の祖父と祖母は川崎に住んでいたんですけどもあ、そこから伊豆の熱川あ温泉のあたりにね温泉の出るマンションを別荘のように借りていた温マン温マンです温マンなんだ温マンですいいな温マン温マンをね借りてたんですってはいでそこに、おばあちゃんとね祖母と2人で車で向かっていたそうです、うん、で祖父が運転していた車は伊豆に入ったタイミングで、うん、どこかのトンネル、うんそのトンネルに入った時、うん、突然ね、うん、おじさん車に乗せて遊ぼうよって聞こえたんですって運転中に子供トンネル入った瞬間子供っぽい声なんだろう、うん、多分で、祖父は祖母に、うんうん、今女の子の声聞こえたなって聞いたら、はいはいはい、祖母が、うん、いや何も聞こえてないよって何言ってんだよみたいな、うん、きっと気のせいだろうと思いねあの伊豆の温泉を楽しんだんですって、はい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 、で帰り道に同じトンネルを通過してね、うん、ああそういえば行きこんなことあったなみたいな ね、ことを思い出して、うん、ああこの辺で聞こえたなってパッとね、うん道の方に目線をやってみたら、そこにお花が備えてあったんですって。ああそうなんですね。うんだからおそらくそのね事故死してしまったねお子ちゃまがかわいそうですね。やっぱこういう話するのはね、なんか僕も昨日かな、はい僕が愛読してる学研のムーさんをね、はいちょっと読んでいた時にそういうなんかその生まれ変わりみたいなね、はい、ちょっと特集がありまして、はいちょっとその中とかあとね、
津波で亡くなられた、はいはい、お子さんが、うん、要はもう自分が亡くなったことが分かってないと、うんうんうん、でなんか対話してなんとか上に上げるみたいな除霊のお話が載ってたんですけど、うんうん、もう上あなたはもう亡くなったから上に上がるんだよって言っても、はいはい、子供だからね、何死ぬって何って分かってないんだって。そうなんですよ、ね、子供がね、幽霊になってしまってる場合って難しいらしいですよ、説得がね、理解させることからいかないという、だからそこもね、多分これみすずさんの おじいちゃん体験されたら多分相当ちっちゃい女の子亡くなられたんだなと思って、ね、遊びたいんですよ、ね、そうだよね、そういうのちょっと心が切なくなるようなお話ですけど、続きまして、はいはい、ちょっとねお名前探すのは、ね、は2ページ目にわたってます、あえしばっち大阪人、しばっち大阪人さん、しばっちさんですね、ありがとうございます。20年ほど前に某ライブハウス前で友達数人と、うん、まあ、話してる時に、うんうん、後ろからすいません、その履いている靴の写真撮らせてもらってもいいですかって声かけられたんです。履いてる靴、うんうんうん、ほうほうほう、で、その後に、うん、その靴の匂い嗅いでもいいですかって言われたんですって。なかなかでそれ言われて怖くなって、友達と走って逃げたことのあるしばっち大阪人です。いやつかみかよ、はい、今のはびっくりした俺。ライブハウスのまっさらな話が出てきたと思ったら、しばっち大阪人の自己紹介です。すごい足フェチに好かれるんですね、しばっち大阪人さんは。はい、こっからが本題です。ありがとうございます。昨年の12月ある、うん、日の通勤時、うん、私はデパート勤務なので、うん、普通の方たちより少し遅い通勤時間帯、なるほど、混雑はマックスではないもののまあまあな利用客、うん、なので、いつも改札に向かう通路は人の邪魔にならないように壁や柱のギリギリを歩くようにしているんです、うん、そうなんですね。でその日も右手に柱が触れるぐらいこう端に寄って歩いていました、うんうん、あと少しで改札を出るというタイミングで私の左後ろから、うん、フラフラしながら私の方に向かって歩いてくる、うん、カップル女性が酔っ払いの男性を支えてるように私には見えたと。ああなるほど。がね、こうフラフラしながらこう来たんです、うん、ああやばいと思った瞬間、私は柱とこの2人に挟まれてしまったんです。ああ、ね、まあ、内心はね、うん、だよ気をつけろよと思いつつ、思うでしょう、ごめんねみたいなこと言いながら柱とカップルの間をこう抜けて改札に向かったんですって、うんうんうん、でその時後ろから男性の声で、うん、許されへんって聞こえたんですって、うんうん、でいやいやいや、あんたらがぶつかってきたんやんかと柴田さん思ったんですって、うん、で、変なのに関わったら危ないじゃないですか、うん、危ない ね酔っ払ってるかもしれへんから、うん、で思って足早に改札を抜けて職場へ向かいました、はい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 、で職場へ向かう途中で急に首から下がグンと重くなった感じがするんです。何ですかこれは、ね、うん、そしたら、水中にね、うん、いてる時のような感覚が襲ってくるんですって、うん、重くなった瞬間に、はあはあはあ、なんていうの、人の声もだんだん遠くなってきて、はあはあはあ、目もねこう膜が張ったかのように、はあ、水中で目開けた時みたいな、まあまあ、うわーんとね独特になりますね、はいはいはい、しか見えなくなったんですって、うん、でその瞬間もう一歩も歩けなくなってきて心臓はバクバクして足が震えてきたんですって。何があったんこれ、やばいこのままで倒れてしまう、誰か助けてと思った瞬間に、うん、いつもね柴田さん、うん、通勤の途中に手を合わせているお地蔵さんがあるんですって。はあ、はい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 、ね、でそのお地蔵さんが頭の中に現れたんですって。すごで、そのお地蔵さんが自分の頭の中でこっちをこう見てる、まあ、光景が浮かんできたら、うん、徐々に徐々に肩の重さもなくなって、目も見えるようになり、喧騒も戻ってきて仕事にも遅刻せず行きましたと。はあ、今では一体あれが何だったのか、霊感のない私には分からないですけども、霊感のない私が体験した不思議な話です、ということで。これは何でしょうね。まずそもそもね、ま、そのこのカップル、カップルだよね、最初のきっかけになったような感じのものっていうのは、これ怪しいね、うん、許されへんっていうのはそれは完全にそのカップルの男の、ええ、声だよね、うん、許されへんって言ってるけど、うん、果たしてこれ2人が生きてんのかと。あ、まずそっからでしょう。で許されへんっていう言葉とともに何かを飛ばしたっていうのはおかしいのかな、わ、うんうん、かんないけど、なんかね、負の感情ですからね、これ勝手な僕の推測になるんですけど、うんうん、女性が酔っ払いの男性をこうね支えてるように、だからこう男性が酔っかかってるように
こうフラフラしながらこう歩いてるでしょ、俺女性の方は生きてて男性の方亡くなってるか生き量パターンだと思うんですよ。強引にこうね、そうそう、こう取り付いて、取り付いてる姿に、でその女性に向かって許されへん許されへんってずっと言ってんじゃないですか、うん、なるほど。でたまたま波長が合ってしまって、うん、その柴田さんと合わさってしまって、うん、その影響が体に出てしまったんじゃないかな。ものすごくだからその霊感が柴田さん自体はないっていうふうにおっしゃってますけど、はい、だからそういう人でもなんだろう、タイプが近いと強い影響を受けてしまう、波長があったんだと思います。でもまたすごいのはお地蔵様のそういう効果というか権限っていうのがすごいですよ ねいつもね信じてるのか、うん、来てくれたんですね、助けたるわみたいな、ね、地蔵がねひょこひょこ来て、すごい、特有なちょっと変わった話ですね。そうだからあの霊感がない人が体験する不思議な話で、うん、臨場感があった。続きまして、はいはい、小鉄ママさんです。小鉄ママさんありがとうございます、はい、今から7年前に、うん、13歳で亡くなった猫が夢に出てくると、うん、頼んだよって猫が言って消えてったんですって、うん、最初は何のことかわからなかったんですが、うん、その数日後に、うん、なんと新しい猫が我が家にやってきました。そうなんだ。その後も何度も何度も同じ夢を見て、うん、今では4匹の猫ちゃんに囲まれ賑やかな生活を送っています。うわーすご、オチも何もない話ですが読んでいただけると幸いですということで、短いながらにもすごい不思議ですね。ね、猫がね頼んだよ。じゃあその4匹のにゃんこちゃんが来る前に多分全部出てきてるのかな。出てきてるすごいね。出てくるたびに新しい猫が家来るんです。この見た目で、まあ、今ね、はいはい、あのぬいぐるみがあるんですけ ど、ね、いますけどね、頼んだよって言われるとちょっとなんかびっくりしちゃうよね。でもね、うん、人間の言葉を発するってことでしょう。じゃりんこ知恵ですからねそんなもん、ね、あれなんだっけ、喋る、ね、アントニオと、小鉄です。あ、それこそ小鉄、小鉄ママ、小鉄うまいことかかってたな。ですよ、いやすごいね、ね、短いながらに不思議なお話、いいですね。ママ、ありがとうございます。では続いて、はいはい、スーパーチーズさんです。あ、スパチさんですね、父はゴルゴンゾーラ、母はゴーダチーズ、長男はモッツァレラ、次男はチェダー、猫はクリームチーズということにしておいてください。いや漫才しかつかみみたいな感じでチーズ絡みで来たけども今回は、はいはい、チェダーから提供してもらった。いや分かんない、覚えてないよ、もうチェダーがどの関係性に当たる人だったかは次男なんですって。あ、次男で、はいはい、次男チェダーはね、チェダーが当時23歳で、このスーパーチーズさんが19歳の時のお話、はい、私の地元には昔大きな噴水のある駅があったと。あ、でチェダーの話によればその噴水近くのある一定の位置に立つと、うん、めちゃくちゃ怖い体験できんだよと。何それ、何が起こるのと聞き返すと、うん、噴水の向こう側に女が出てくると、うん、そいつの存在には他の人たちは誰も気づいてないんだよ、うん、はは、なるほど、明らかにおかしいのに誰も見向きもしないんだ、うん、言うんですって、はい、で明らかにおかしいってどういうこと、どういうふうに、うん、とね、あのスーパーチーズさんが聞くんですよ、うん、したら、うん、あの女がさ、うん、こうやってこっちをね指さしてきて、うん、口を大きく開けて、首を左右に振ってるんだよ。その間中首を左右に振りながら目はずっとこっちを見てる。きしょ。チェダーはそれを自分で再現してくれたんですが、その動きがすごく怖かったです、うん、ああそうなんですね。まあ都市伝説的な話なんだけどね、チェダーはそう言ってたんですけども、はあ、最後に、はあ、俺さもうそいつ3回も見てんだよ、すと衝撃の事実を付け出しました。そんな見てんかい。はい、小学校6年生の時に1回目、おうおう、くるぶしが謎の化膿をして手術をする羽目に。高校2年の時に2回目、うん、ロッカーを運んでる時に足にロッカーを落としてしまう親指を粉砕骨折、22歳の時に3度目、おう、バイク事故で鼻の脇を3針縫う怪我。あら、
その女と遭遇するたびに割とひどめの怪我をしています。怖いなこれ。その怪我の事実はもちろん私も把握してるんですが、まさかあの女を見たことが原因というのは全く知らなかったですと。その話を聞いた時に私は思わず、もうその場所に二度と立つんじゃないよと言いました。今はその噴水は取り壊されて存在してないんです、正直ホッとしていますと。ちなみにその女の服装は季節関係なくベージュのトレンチコートを着ていたそうです。あ、そうなんですか。これ怖いです。怖いなこれ。なんかでさ、ね、水場で幽霊ってね、集まりやすいって言うけど、はいはいはい、噴水とかって水場じゃんか、いわゆる水場ですよ。でもあんまり俺噴水でっていう話って聞いたことなかった気がするのね、はい、今までの人生の中で。だからその組み合わせで駅前だっていうので華やかなイメージがある中で指さして首振ってんでしょ、うん、違う違うみたいな、お前じゃないよみたいな動きじゃん。でもこれって鈴木まさき、うん、違う違う、そんじゃんぞ。いや、そ本当にそうじゃないだろう。ようわかったな。なんとか即座に対応したけど、迅速に対応したけど、ちょっとしたモノマネ付きで違う違うっつって。でもね、なんすかねこれはね。でもですよ、まず駅前ってことで、うん、幽霊めっちゃいます。でプラス噴水でしょ、待ち合わせになったはずなんですよ、待ち合わせ、はいはいはい、そういう場所ってめっちゃ幽霊います。人の思いがそこにとどまってるんで、待ち合わせしてるね、男女友達いろいろな感情が言い混じってるじゃないですか。来ないなとか、でその負の感情を水場が溜め込んでしまうんですよ。水はね、ね、そうそうそう。だからこの水広場でなおかつこいつね、めちゃくちゃ異彩放ってるじゃないですか、この女性の幽霊音で、しかも見るたびの事故っていうのが悪意が強いな。指さして口開けながらこうさらに振ってんしょ、なんか探してんじゃないですか。で誰にしようかなみたいなので探してて、このチェダーとね、うん、目合ってるからお前にしようってなってるんですよ多分。いやーやだなこの場所。でももうここの噴水は、うん、取り壊されてる。ないのね。ないんですよ。めちゃくちゃ怖いよね。これ怖いね。ちょっと確かに都市伝説めいた雰囲気もあったけど、うんうん、実害で事故がこれだけ出てるっていう怖さ。さすが。すごいね、スーパーチーズはやりますね。本当にすごい体験をいつも皆さんいただいて。え、チェダーが経験してるってことはさ、ええ、おそらくモッツァレラもゴーダチーズもゴルゴンゾーラも経験済みなんですね。全然ですよ。ハトコとかブルーチーズがいるからね。とろけるチーズは誰なんでしょうね。とろけてるやつはもうちょっと今風邪ひいたりとか、はい、するととろけるになっていくんですけど。あ、そうなんですね。それでもう関係性も、はい、がない親戚とかは切れてるチーズだった、はい、ああ、避けるチーズとかね。広げちゃいましたけども。ということで今後とも皆さんよろしくお願いします、ね、楽しい時間は早いもので、ありがとうございます。また聞いてください。はい、以上七浦でした。ありがとうございました。